皆さんこんにちは、カイです。今回はですね、ちょっと前から言ってたと思うんですけども、こちらですね、ナレーション用のマイク買ってきました。買ってきましたっていうか買いました、Amazon で。今回これをね、開封編ということでやっていきたいと思います。最近なんかあれですね、ここから開けてください。こういう風になってるんですね、最近は。ここからビリッとね、盛大に破かせていただきます。よいしょ。ということで、今回買った商品がこちらとなります。見づらいね、これ。はい、ということで今回紹介する商品がこちら。ハイパー X のソールドキャストというものです。これね、なかなかあれですよね、ゲーミングの、例えばね、PC とか PS4 とか、PS5 とかでも使えるみたいなんですけども、こちらによくゲーマーとかで使われているマイクみたいです。これ意外に安くてですね、7980円で今回購入しました。もっといいやつはやっぱね、12000、もっと高いのもどんどんね、もうそんなこと言ってたらキリがないぐらいね、いっぱいあるんですけども、今回はやっぱちょっと値段的に安めの7980円のこちらのマイク購入いたしました。なんかこれ音質が良くてコンパクトでね、良さそうだったので、今回ねこちらで、今までねナレーションで撮ってたのはこちらのピンマイクなんですよね。このピンマイク、モフモフがついてるこのピンマイク、これをねよくこういうスマートフォンとかね、こんな感じのスマートフォンとかね、この今撮ってる一眼とかでこう接続してね、こう喋ったり、こうパソコンでねこのピンマイクを挿して喋ったりしていたんですけども、今回はねこのナレーションの部分をこちらのスピーカーに変えたいと思います。現地で撮る、この直撮りで喋るときはですね、内蔵マイクかこのピンマイクで喋ろうと思うんですけども、最近このピンマイクの調子が悪くてですね、ノイズがちょっとね乗っちゃったりするんですよね。まあ1000円っていう価格もありまして、まあしょうがないっちゃしょうがないんですけども、まあ今回はやっぱナレーションの音質はやっぱ良くないとね、聞き取りづらいっていうのとね、耳障りの部分っていうねノイズであると思いますので、今回こちらでねちょっと改善できたらいいなと思っておりますので、実際に開封してみて、いつも通り動画をちょっとナレーション入れていきたいと思います。よろしくお願いいたします。自分そんなにマイク詳しくないので、なんかそのマイクの詳細とか見てもよくわからんですけども、まあちょっと一応 Amazon に載ってる画像を少し貼って見ていきたいと思います。まあとりあえずまずですね、こちらを開封しましょう。はい、ということで開封していきます。これ今パカッと開けましたので、このままスー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 と引っ張っていくと、中はこんな感じですね。シンプルなあれですね。こちらに説明書ですね。これは何の説明書だ、何の説明書というか日本語対応かな、日本語対応しますね。いろんな国の英語と中国語と韓国語かな、中国語かな、英語と中国語と日本語が載ってます。でこう開いて見てみますと、はい、こんな感じで日本語、あ、韓国語もありますね。こんな感じでですね、使い方というか、まあ、こういう機能がありますよという説明書がこちらにあります。それではね、実際にこちらのマイク見ていきましょう。すごいシンプルだね。こんな感じのマイクです。で、ハイパー X と書かれています。ということで、こちらのまず詳細を見ていきましょう。それではですね、このマイクの詳細を見ていきましょう。まず商品の寸法なんですけれども、幅と高さですね、 17.4×9.7×7.8 となっております。で、後ろに USB2.0 用のポートが1つあるみたいです。あ、これですね、ここの部分に1個あります。で、付属のタイプ C ケーブルですね、よかったです、タイプ C で。タイプ C 今ねいいですよね、向き関係なしにさせるので。こちらのタイプ C ケーブルが見えますかね、こちらのタイプ C ケーブルが付属しております。こんな感じでね、結構長めですね。重さは 261g、 2021年の2月14日から Amazon で取り扱いを開始しました。星はね 4.5 ですね、まあ、結構いろんな人からの評価いいんじゃないでしょうか。まあなんかデメリットでこういうちょっとね周囲の音を拾いすぎちゃうっていうのも書いてあったんですけども、こちらのねスピーカーじゃねえ、こちらのマイクはですね、ブームアームと
マイクスタンドのスレッドということで、マイクは8分の3インチと8分の5インチのスレッドセットアップに適合するため、ほとんどのマイクスタンドやブームアームに取り付けることが可能ですって書いてありますので、後ろですね。この後ろの部分、わかりますかね。この部分。ここの穴の、まあ、このマイクスタンド。これよくマイクスタンドなんですけども、ブームアームって言ってこう、よくですね、ラジオとかで声を録音するときとかみたいにマイクのアームみたいなのがあるんですけども、まあ、それにね、取り付けがまあ、いろんなものに取り付けられるよっていうことが書いてありますね。後ろに擬的マークついてありますね。ちゃんと裏にこんな感じ。裏もこうなってるんですね。複数のデバイスとプログラムに対応ということで、PC、PS4、Mac のどれに接続しても高音質のサウンドが楽しめますと。Discord とか、OBS スタジオとかね、そういうので使えるみたいです。 OBS ってね、知ってる人は知ってると思うんですけども、 YouTuber とかでライブとかするときに使うソフトなんですけども、そちらでも接続して使えるよということですね。 iPhone とかああいうスマホで録音できるかっていうのはちょっと実際問題試してみないとわからないんですけども、確かですけど、このスマホに接続できるこの、わかりますかね、コードの先っぽって USB Type A なんですよ。こんな感じで、なのでこれそのままスマホさせないので、例えばAndroid でしたらですね、今の Android っていうのは、だいたいですね、こんな感じで、ここにね、Type-C が映ってるんですけども、この Type-C になってるんですね、Android。iPhone はライトニングケーブルなんで、また難しいところがあるんですけども、Android は Type-C なんで、Google Pixel 4とかにはですね、Type-C to Type-C のケーブルが入ってますので、多分接続できちゃえばですね、こちらのマイク使えると思います。ちょっと今度試してみたいと思いますね。では、実際にですね、パソコンにつないでどんな感じでね、音が取れるのか試していきたいと思います。こちらのピンマイクの音質とこちらの音質を比べながらですね、ナレーションを取っていきたいと思います。ではとりあえずですね、パソコンに挿して録音してみましょう。ちなみにですね、こちらのマイクスタンドなんですけども、こうすることもできるんですね。横に倒せるんですね。ちょっと今回明かりが暗くて申し訳ない。こんな感じでね、こういう感じで横にできるんですね。まあ、どういう時に横にするかっていうのはあんまわかんないんですけども、こういう感じでマイクスタンドは横にできるみたいです。あと一応このマイクスタンドもショックを受ける。このテーブルの音とかもね、ちょっと拾っちゃうみたいなんですけども、レビューとか見ると。まあ、それもね、どんな感じか見ていきましょう。まあ、大体ここの部分で吸収してくれると思うんですけども、まあ、ちょっとやっぱり音は入っちゃうんですかね。まあ、ちょっと実際にね、撮ってみたいと思います。それでは実際に従来使っていたピンマイクと、今回買いましたコンデンサーマイク、どれぐらい音質が違うのか実験していきたいと思います。どんな感じなのか分かりやすいようにですね、今回は伊豆急行のニュースを読んでいきたいと思います。同じ部分を読んでいきたいと思います。そしてですね、右下の映像を見てもらうと分かるんですけども、このコンデンサーマイクは角度を変えられます。そしてですね、このマイクの頂点にですね、ミュートボタンがあるんですね。でこちらのミュートボタンを押していただくとですね、真ん中のところにありますランプが点滅します。これでミュートという形になります。でもう一回押しますと、常時点灯します。これでミュート解除という形になりますね。それではですね、最初にピンマイクから話していきたいと思います。2022年1月7日金曜日14時25分ごろ、運転士が運転中に私物の携帯電話を扱っていた事実が判明いたしました。今度はですね、買ったマイクの方で、コンデンサーマイクの方で喋っていきたいと思います。続きまして、買ったマイクで喋っていきます。2022年1月7日金曜日、14時25分頃、運転士が運転中に私物の携帯電話を扱っていた事実が判明いたしました。いかがでしょうか？音声どんな感じでしょうか？まあ、より聞きやすくなってるでしょうかね。まあ、ピンマイクで1000円とこの7980円だとね、値段がね結構すごいので、まあ、音質は変わっててほしいんですけども、ちょっとね一回録音止めて聞いてみたいと思います。でこの後にですね、またこの伊豆急株式会社のこの運転士が乗務中に私物の携帯電話を扱った事象につきましてっていう、こちらのことについてちょっとね読んでいきたいと思いますので、まず一回録音止めたいと思います。はい、ということでテストも終わったところで、ハイパー X のこのマイクでこのニュースをちょっとね読んでいきたいと思います。まずですね、何がこれあったかと言いますとですね、運転しながらスマホを触っていたというニュースがあったんですね。それがですね、伊豆急行であったんです。2022年1月7日の金曜日14時25分頃ですね、発生場所は伊豆高原から川中間ということで、
14時25分発の伊豆高原始発熱海行き6両編成ということで伊豆急8000系ですね。乗客数は約20人。当社運転士は伊東駅にて JR 東日本の運転士と交代ということで、このね、伊東駅でなんで交代するか、まあそれは皆さん分かってると思うんですけども、伊豆急行っていうのは下田から伊東間、伊東から先宇佐美、味戸、伊豆高、木宮、熱海まではですね JR 伊東線になります。そのため伊東駅でですね、伊豆急行の乗務員と JR 東日本の乗務員が交代するんですね。なのでここにですね、伊東駅にて JR 東日本の運転士と交代と書かれているんですね。でこの下見ていきますか。1月7日金曜日、蒸気列車の運転士が伊豆高原を発車してから川内駅に到着するまでの間、車内規定に違反し携帯電話のゲーム画面を断続的に操作した事実がお客様のご指摘により判明いたしましたということでですね、まあ、列車に運休や遅れはなかったということで、まあ、ここにですね、伊東駅にて JR 東日本と運転士が交代ということで、まあ、何事もなく伊東駅までそのゲームしてた運転士が運転していって交代したという形ですね。でニュースにですね、面白いことにやっていたゲームが書かれていたんですけども、そのゲーム名が確かモンスターストライク、モンストやっていたみたいなんですね。ニュースにモンストをやっていたって書かれてちょっと笑っちゃいましたけども、またですね、この人は車掌さんが気づいたわけではなく乗客が気づいたみたいなんですね。川内駅で降りようとしていた人がその運転士がゲームやっていることに気づいて川内駅の駅員さんに報告したとか、そんなようなことがニュースに書かれていたと思います。今ここの伊豆急のホームページの内容ではなくてですね、つゆにヤフーとかで出てくるニュースで書かれていたんですけども、そこにはですね、川内駅で降りようとしていた人が川内駅の駅員さんに報告をしたということで、乗客の人がですね、この運転士がゲームしていたことに気づいたんですね。で川内駅で気づいたって書かれているんですけども、まあ、なんとなくわかりますよね。伊豆高原から川名間、これなんで川名間なのかと言いますと、川名って出口が一番熱海寄りにあるんですよね。でこれが上り電車なので、川名駅で降りようとしていた人が一番前の車両に来て一番前のドアから降りれば、もう目の前がね出口なんですよ。階段がこう平塚とかわかりますかね、平塚とかだと小田原寄りにこう階段あったりするんですけども、まああんなような感じで一番ホームの端ですね、伊東寄り熱海寄り、まあその上りの方にね階段があるんですけども、またもお客さんはですね、川内駅に降りようとして一番出口の近い一番先頭車両に乗ったと思うんですけども、で一番前のドアから降りようとしてみたら、あれこの運転士ゲームしてるじゃんみたいな、多分そういう気づきだったと思うんですけども、それでバレちゃったって感じですね、ゲームしてたことが。その乗客が多分言わなかったら多分ね、またこの人ずっとゲームしてたと思うんで、あんまよくね乗客が駅員にね言ってくれました。もし川内駅が無人駅でこう報告する人がいなかった場合、やっぱ伊豆急に電話しないといけないっていうのがありますので、まあ、たまたまその時川内駅多分友人だったんですよね。時間によって伊豆急行って無人駅だったり終日無人駅だったりする駅があるんですけども、川内駅は一部の時間と朝夜は無人なんですけども、昼間とかがいたと思いますので、まあ、そのタイミングで降りた時に駅員に報告したってことなんでしょうね。まあね、まさかこんなゲームして、スマホでゲームしてたっていうニュースが身近な伊豆急でね起きるとは僕は思いませんでしたね。びっくりしました。まあそんな感じで伊豆急でこんなことがありましたよっていうお話でした。マイクのテストも兼ねてこちらのニュースを読ませていただきました。まあマイク購入できましたので、今後に YouTube いっぱい出せていけると思いますので、ぜひチャンネル登録してお待ちいただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。